僕たち大学生もやっぱりこのコロナの影響ですごい甚大な被害を受けていて、やっぱりバイトがなかなかできなかったりとか、自分の学びたいことがなかなかオンライン上でうまくいかなかったりとか、これから就職活動を始めていこうという状況だったので、非常に不安な気持ちになりましたなっていました。高校生の弟もパソコンを買わなければいけない状況に、で今現在私のパソコンを貸している状態なんですけど、でなかなかどうしてもその学生の就職支援もしくはその学業における支援というところにはこう目が向いていない中で、教科書を買うのも厳しいという状況の中で、こういったご支援をいただいて本当に感謝しております。やっぱり春というのは必要なものがすごくたくさんある時期なので、まあ、その時期にこういうご寄付いただけるというのは本当に自分たちも嬉しく思いました。本日は本当にありがとうございました。今回の寄付がまたたくさんの維持が進学できることをお伝えしています。これからの若い力、学生たちが社会に貢献できる人材になれるよう一緒に支援活動を続けていきたいと考えています。ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げます。